はい、今回はナスとピーマンの野菜炒めですね。味噌炒めっていうわけで、こういうわけでね、まあ出来上がりました。では食べてみたいと思いますね。うん、あ、こうこう、うん、ホクホクした感じ、うん、うん、甘だれに作り方を、うん、ピーマンとかよくできていて、うん、なかなかいい味わいですね。でこう、うん、なかなかの味に、今日はこう、良さげでいい味わいです。この、うん、ナスと、ピーマンの味がよく、うん、肉もしっとりとしてるし、いいですね。でこう、なかなかの、肉のいい味と、うん、結構ね、うん、炒めた感じのピーマンと味噌炒めで、なかなか美味しい味わいで、うん、結構なね、いい味だなという感じです。なのでなかなかこの炒めた感じとナスのコクと味わいっていうのが良くて、なかなかいい味を
大してるなという感じですね。どうもありがとうございました。